フットボールクラブプリシティナは、コソボの首都プリシティナをホームタウンとするサッカークラブ。第一次世界大戦直後の1919 19年、グルノーブルの学生によって、プリシティナにサッカーボールが持ち込まれたのが、コソボのサッカーの始まりとされる。1922年、コソボで最初のサッカークラブである、ケーフコソバが創設された。ユニフォームカラーは青。1926年、 プリシュティナで KF、バシュキミが創設された。第二次世界大戦中もサッカーは継続され、バシュキミは1945年にコソボリーグ初優勝、1946年には2連覇を達成した。1947年、コソバとバシュキミは合併し、KF プロレテルが創設された。1948から49シーズンに KF、イェディンストボに改称した。 1951年に、現在のホームスタジアムであるスタジアム EI アキーテーティの建設が始まり、1953年5月17日に、開場した。1951年、イェディンストボは、フシェコソバの KF ジェレズニチャリとプリシュティナの KF、ブラトストボートが合併し、KF コソバに改称した。1956年7月15日、 現在のクラブ名である KF プリシュティナに解消した。1981年3月にベラ・パルフィが監督に就任すると、1982から83シーズンのユーゴスラビアセカンドリーグで優勝し、ユーゴスラビアプルバリーが初昇格を果たした。1922年のクラブ創設から60年後、1961から62、 シーズンのユーゴスラビアセカンドリーグ参戦から20年後の出来事だった。プルバリーが最初の1983から84シーズンはミトローパカップにも出場した。1984年クラブからファディリボクリとゾラン・バトロビッチがユーゴスラビア代表に選出された。1991年ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の崩壊によって コソボサッカー連盟はユーゴスラビアサッカー連盟から独立し、コソボファーストリーグはユーゴスラビアのカイリーグからコソボの独立した最上位リーグとなった。プリシュティナは最初の1991の92シーズンに優勝を飾った。1998年1月にコソボ紛争の影響でリーグ戦が中止されるまでの期間にリーグ優勝3回、カップ優勝2回、 スーパーカップ優勝を2回を記録した。コソボ紛争後、1991年にスタジアムを選挙されて、以来8年ぶりにホームスタジアムに戻り、スーペルリーが再開後最初の1999から2000シーズンに4回目の優勝を果たした。出展中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。 コソボサッカー連盟の歴史のページでは1945年と1946年の優勝チームは KF イディンストボとなっている。コソボサッカー連盟の歴史のページでは1947から48シーズンの優勝チームは KF プロレテリとなっている。クラブエンブレムの表記は FC プリシュティナであり、公式サイトではプリシュティナ FC の名前も使用される。 1945年と1946年は合併前の KF 橋君としての優勝。ありがとうございます。